正解は小暮隆史のヘルメットでした。これはですね、19歳の時にからこのヘルメットのカラーリングですね。初めはですね、もっとですね、単純なこのピンの数が今だとですね、8枚かな、7枚か、初めはもっと少なかったんですよ。このピンが5枚とか6枚だったんですよ。でその時に、初めて作ってもらった時は、各燃料マークとか言われたりね、いろいろ宗教をやってないかとか、なんかいろいろ言われたりとか、このカラーリングにした理由はですね、やっぱ動きが欲しかったんですよ。ヘルメットで、当時のね、僕はですね、この速さを表したかったんですよ。だそのドラえもんのタケコプターとか言われてるんですけど、タケコプターだと上に上がっちゃうんで、タケコプターじゃなくてね、よくね、ターボ車のタービンとか、そういうようなのイメージしてたんですよ。なんでここに それをイメージするのかっていうのはね、その当時の僕なんでそんなこと考えたのかね、 今思うとね、不思議なんですけど、そういうような動きがあるヘルメットにしたかったと。で絶対に赤と白と青は入れたかったんですよ。なんで、それを、形にしました。でだん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 今のこういう赤というよりもちょっとねオレンジっぽい、まあ僕が好きな色なんですけど、自分の好きな色で、動きで、ある程度いったらもう本当は途中で一回違うカラーリングしようかなと思ったんですけど、もう一回変えるってなったら、まあ、周りからの声もあって、このまま突き通した方がいいよっていうことで、ずっとこのカラーリングでいますね、はい。もうこんな枚数多くなかったんですけどね、初め自分4枚ぐらいで帰ってたんですよ。かっこいいかですかね、4枚だとかっこ悪いんですよ。だから本当各燃料マークなんですよね。危険です、各燃料マークそのままだったので、ですね、昔はもっとこうストレートにシャキンってなってたんですよ。要はこっから空気が入ってこう抜けるっていう、要はそのフォーミュラーカーにねずっと乗ってたので、こう空気の流れを表したかったんですよね。なのでもっとここら辺がこういうなんていうんですかね、こう曲線じゃなく角張ってたんですけど、そこはやっぱ進化しましたよね。今はねもうある程度完成形なのであれなんですけど、毎年毎年ちょっとずつ、まあ、ドライバーとともにヘルメットも進化していきたいなっていうのがあったので、ちょっとずつちょっとずつこういう風な形にはなってきましたね。そうですね、だからその自分って分かりやすいですよね、そのこの色が。だからそのやはりドライバーって顔隠れてますし、マシンに乗って特にフォーミュラカーなんかはこのヘルメットが自分をアピールする一つのあれじゃないですか。なのでやっぱりそのやっぱ速く走るってことと、やはりこうなんていうのかな、まあこう、まあ、アピールっていうか別に目立ちたいとかそういうわけじゃないですけど、やっぱり覚えてもらうっていうのは重要ね。当時若手はやっぱりそういうことをその時は考えてまして、やはり印象に残るっていうのは一つ重要なんじゃないかなっていうのは、まあそれが結果的にねいい意味でも悪い意味でもね印象に残ってくれたのかもしれないんですけど、そういうの考えがあって、はい、当時このカラーリングにはしましたけどね。そうですね、ここ10年近くはもうやっぱりもうこのスタンダードの方この形ですね。もうこれ以上大ピロにこう進化させるところもないと思いますし、やはりこの形がすごい気に入ってます、自分自身も。そうですね、まあ、僕オートバイもたまに乗るんですけど、オートバイ普段乗るときはこのこういうのねカラーリングのエレベーター絶対被らないんで、市販のねカラーリングなんですけども、やはりこのカラーリングのヘルメットを被った時っていうのは、これをまあ被る時はやっぱどっちかというと、そのこれから真剣に走るぞっていう気持ちは少なからずとも、やっぱりそういう心構えはちょっとビシッとしますよね、やっぱり。まあこれはもう自慢、だからそのあんまりこのカラーリングやってる方がいないので、まあ一番はまあその僕がそうなんですけど、パッと見た時にまあ小暮のヘルメットだって分かるところが自慢なのかな。でよくよく見ると僕はこの赤をこれ赤じゃないんですよ、そのオレンジなんですよね、濃いオレンジなんですよ。もうこの色が好きで、個人的にはやっぱこのなんていうんですかね、この真っ赤ってよりもオレンジが入った赤、これはすごく好きな色なんで、まあ、自慢っていうほど自慢じゃないんですけど、お気に入りですよね。この赤が一番すごくお気に入りで、対して上はどっちかというと薄くなってるんですよ。動きがやっぱりこうこっち回ってますよっていう動きが
のカラーリングなんですよね。だからあえてちょっと薄くしているというか、こっちはやっぱりそのままのオレンジだから中心はあんまり動かないんで濃いじゃないですか。で側面に来たらやっぱこう動きのあれで薄くなっているという、まあ、スピンしちゃったらねしょうがないんですけども、はい、ありがとうございます、はい。